絵をを見ながら質問を聞いいてくださいそれから正しい答えを1から3の中から選んでください41番市のボランティア活動に参加することになっていますがボランティアリストに自分の名前がありません。市役所の人に 何と言いますか 1, ?1 あの、私の名前がリストに入っていないんですが <S 2, 2 <S あの、私の名前がリストに入れていないんですが3あの、私の名前がリストに入らないんですが 42番友達と市民センターを出たとき雨が降ってきました2人とも傘がありません友達に何と言いますか1市民センターで傘もらえるかな 2, 2市民センターで傘借りられるかな 市民センターで傘貸してあげるかな四43番 理由はわからないのですが、友達が怒ってしまいました。何と言いますか？1。何でしょうか？2。何言ったんだっけ？どうしたの？3。なんか悪いこと言っちゃったかな？ 44番友達と会う約束をしましたが時間に間に合いそうもないので電話します。何と言いますか1すごいすごい遅れてしまったよ。すみません遅くなるのは心配だよ。悪い悪いちょっと遅れそう。 45番、借りた自転車の鍵を落としました。謝りたいです。何と言いますか ?1、すみません。自転車の鍵をなくさせてしまいました。2、2> すみません。自転車の鍵をなくしてしまいました。3、すみません。 自転車の鍵をなくされてしまいました46番。 日本語能力試験に合格しました。日本語の先生に何と言いますか ?1、先生、合格させていただきました。2、先生、おかげさまで合格しました。3、先生、おめでとうございます。 47番先週友達に旅行のお土産をもらいました今日久しぶりに会いました何と言いますか1さっきはお土産をありがとう 2, 2この間は良かったですよ3この間はお土産をありがとう 48番空が暗くなり雨が降りそうです。何と言いますか ?1 ・ 1> もう降ってない 2>, ?2 ・まだ雨降ってない ?3 ・まだ雨止んでない 49番演奏会がすぐに始まりますホールにいる友達に何と言いますか 1, 1やがて始まるかもしれないよ 2, 2そろそろ始まりそうだよ3そのうち始まりそうだ 50番事務所のコピー機を使いたいです。何と言いますか 1, 1. すみませんが、コピー機を使わせてください。2. 2すみませんが、コピー機を使わせてもいいですか 3. すみませんが、コピー機を使われてもよろしいでしょうか